大きいなの趣味全開。はい、というわけでございまして、現在城ヶ崎海岸というところに来ております。はい、これが、三宅島かな、多分おそらくよく分かってないですけど、あの大きさからすると多分そうですよね。はい、というわけでございまして、今回は伊東市に来ております。はい、ジオパークを巡る、旅ですね。大室山、後で行きたいなと思ってます。本日はね、ちょっとねゆるりとした旅で、はい、のんびり温泉に浸かってですね帰りたいと思います。というわけで、ではでは行きます。初島が見えます。うわー、これはやばい、素敵だな。はい、今あともうちょっとで着くんですけどね、今近くの世界なので、ちょっと品物買いました。いやでもすごいな。いや初島よう見えるわ。ほら今日は空気が澄んで最高ですね。というわけで、ではでは、はい、今回は伊豆の伊東にやってまいりました。ということでご到着でございます。ということで腹ごしらえ、はい、というわけでございまして、伊東港の真ん前にある藤井寺さんでご飯食べました。いやご覧ください、すごいでしょ。わら汁もあるし、このアジの干物、そしてご飯、もう至れり尽くせりな内容で本当に最高でしたね。刺身もありました。いやこれでね1630円だったかな、確か日替わり定食でございますね。そして何よりもですね、この眺望、いや最高なお店ですね。ごちそうさまでした。はい、というわけで城ヶ崎海岸に向かいました。はい、というわけでご到着ですね。駐車場を降りるとですね、こちらのように門脇崎灯台というところに向かえます。城ヶ崎海岸の一番有名な灯台でございます。そしてこの城ヶ崎、なんとですねユネスコの世界ジオパークに認定されております。はい、ちなみに現在地はここです。はい、ご覧の通り伊豆半島の出来方が載ってますね。では早速行ってみましょう。やばい、かっちょいいな。すごい、あこれ風の音でやばいな。ご覧ください、すごい風景ですよね。最高でした。あ今入れないんですね、封鎖されてます。残念、ここ行きたかった。
きましょう。じゃん。やばい。すげえ。これ竹あ公園公園。怖い。やべえ、めちゃくちゃ竹。やべえ。ああ三宅島が見える。ああ公園めちゃくちゃ怖い。ああやべえ。俺はちょっと厳しいっすねこれ。ああ揺れる揺れる揺れる、気持ち悪い。ああやばい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 、気持ち悪い。ああすごい岩だ。ああこれはやばいですね、これはやばい。落ち着いたので早速ツアー行きましょう。渡った先にですね、国立公園城ヶ崎と書いてあります。はい、見てもらった通りこれね、溶岩になりますね。枕状溶岩的な感じになってます。水に触れて弱いところからにょきっと溶岩が出てくるやつでございますね。でも流れた後、はい、あと摂理っていうのが起こってですね、そうですね、摂理っていうのが起こって縮んだ時にスパンとこうひび割れます。はい、冷えてね、これは大室山がね、噴火した時にできたやつですね。いや、すごいな、めちゃめちゃすごい。いやこの雄大な自然を見たらちっちゃいなって思いますね。逆光なんでね、どういう風に撮ろうかなと思ってんだけど、なかなかね、大変ですね。で、今回伊豆に来たのは、なかなかいい季節だったし、紅葉も見頃かなと思って来てみました。いや素敵。はい、この先ですね、ご覧の通り、行けるところがございます。階段を降りてね、こちらの岬というか、はい、こういう湾内ちょっと入ったところですね、入れます。で、下まで降りてこれるとこういう風な形になってますので、堪能してみてください。はい、海辺の近くまで来ました。すごいですね。今岩礁と岩礁の間から、これ以上はちょっと段差がきついな。まあ行くことはないけど、腰すごいそうだし、やめときます。いやー、意外なでもね、こんな感じなんだよね。うん、柱状摂理っていうのが起こってますね。あの切れてね、パッキン割れちゃうやつですね。まあでも、規則正しくはないんですけど、はい。これがなんでできるかっていうと、例えばこの拳の間からニョキッと出る感じですね。こうニョキッと出てくるのがこれになります。ここが拳で、ここでニョキッと出てきたのがこれみたいな、はい、溶岩がニョキッと出るやつですね。はい、これがそういう風な形になります。はい、だいたい指の形みたいになっちゃうんですよね。ハワイでもそうですね、ハワイでもそんな感じですね。はい、風が強いからな、ちょっと今日無理かもな。あとね、ナレーション入れようかな。ではでは。はい、先ほど説明した通り、この岬はそういう風な形で、ちょっと指の形してるんですよね、手の形っていうか、はい、そういう風な理由で弱いところから溶岩が出てくるとそういう形状になるという話でした。
いやしかしこの城ヶ崎海岸本当に素晴らしいですね。あの吊り橋もねすごかったんですけどね、頑張ってこの後ですね帰り私ちょっととどまってやりましたけど、もうワイヤーギューッと握りしめながらね、まああと強風と気持ち悪いしか言ってないんで音声カットさせていただきました。ほらねギュッとしてるでしょ。ちなみにですね灯台下にはこんなのがあります。そして近くにですねこのように看板がございまして、城ヶ崎海岸ができる過程ですね、こういう風な形で溶岩が流れたよっていうのが載ってます。はい、約4000年前に大室山が噴火してできたこの城ヶ崎海岸、いかがだったでしょうか。私的には素敵なところでした。最高でした。はい、川名ステンドグラス美術館というところに来てみました。はい、これですよね。はい、来てます。はい、いいですね。こちら、最古のお湯屋ですかね、東海館というところでございます。うわー、これはやばいな。素晴らしい建物がいいですね。ナイス。いや、やばいですね。いやこれね大迫力でしたよ。本当に一回見た方がいいです。東海館の裏側の川の方に来てるんですけども、でね、すごい綺麗ですよね。温泉旅館なんですけど、これすごい。これはやばいな。次回の沖縄の趣味全開は大室山に向かった沖縄、傾斜約30度と呼ばれているリフトに乗って山頂に着くと、そこは大パノラマ地獄。あー最高。本当にここは何なんだ、そんな感じの大絶景、絶景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 大絶景の嵐だった。沖縄
大室山に行く。楽しみに待っててね。